はい、どうも、けいくんです。今日は子猫たちは家の中で過ごしてます。シェルちゃん、外は雨です。なので家の中に入れてます。はい、じゃあまあでね、最近ちょっとね、分かったことがあってね、クロちゃんはね、クロちゃんから誘ってくることはないね。遊びとか暇だったり。でシャム君は暇になると本当にニヤニヤ泣いて構ってアピールをする。シャム、トラちゃんは寂しがり屋だから撫でるとニヤっていう。で、シロちゃんは、挨拶をする。普通に。おはようとか、こんにちはとか、こんにちはとか。まあ、とにかく挨拶しに来る。にゃーって。ねえ、シロちゃん。シロちゃん、ちょっと寄り目で、顔がね、キョトンとしてるんで。口が小さいんだよね。ふっくらしてるよね。シロちゃん眠そうだね。天然だね。トラ、トラちゃん、トラちゃんね、意外とスレンダーなんだよ。体が細いんだよね。で、シロちゃんの方が体が太い。あまり脂肪がない。トラちゃんはスレンダーだね。で、さっきね、クロちゃんがね、僕の膝のところでお昼寝したんだよね。珍しい。クロちゃん。ヒントが、そんな感じだね。最近の分かったことは、クロちゃんはもう本当に泣かないね。必要最小限の挨拶。シャム君は遊び盛りだね。シャム、ん？喧嘩かな？寝床の争いだ。寝床争いだ。ほら。ああ、クロちゃんが下に落ちちゃった。ああ。シャム。でね、シャムとね、トラが仲悪いんだよね。こう寝床の取り合いになる。こうやって。ああ、かわいそうに、トラちゃん。シャムに寝床が取られちゃうんだよね。ただ。だね。クロちゃんはもうお昼寝を邪魔されたくないみたいな。うん。撫でられるのは構わないんだと思うんだけどね。お猫同士の、邪魔されるのが嫌らしいね。うん。だね。ただ。しら。炊飯器が。
シューって言ってる。シロちゃん、シロちゃん、シロちゃん、てな感じです。はい、ちょっと最近あったこと的な感じです。ちょっと暗かったかな。うん、そんな感じです。はいちょっと顔をじっくり見てから終わろっか。ピントが合わんな。ピント調整。はい、無理か。ちょっと動かないで。動いたらピントが合わない。トラちゃん、トラちゃんはね、幼い遊びだが好きだからね、こうやって指でやってあげるとたまーに遊んでくれる。こうやって気になるんだね。てれちゃん、まあ、撫でると常に喉鳴らしてくれる子だね。くれちゃん、クルちゃん、何かを感じるね。誘われるわ。どうした、か鏡か。シャムシャムくん、シャムくん、シャムくん、シャムはね、オスだからプライドが高いね。撫でるとプイってのシャム。気持ちいいのは正直だね。シャム気持ちいいね。ういってシャムだけ遊び盛りだね。シュルちゃん、シュルちゃん、もう少しで生後1年ぐらいになるよ。もう今11ヶ月ぐらいだよね。まあ9月に生まれたとしてね。9月頃に生まれたとして。10ヶ月ぐらいかな。もうすぐで1歳だよ、しろちゃん。てな感じで終わります。ちょっと10分近い動画になっちゃったけど、ここまで見てくれた方ありがとうございます。じゃあ、バイバイ。